先週はホウキ星、シ、スそしてスーパームーン、豪華な天体ショーが見られました。実はですね、今夜も見られるんですよ。オリオン座流星群、流れ星です。え、今夜遅くから明日未明にかけて晴れそうなので、1時間に5から10個見られそうなんですよね。えー、前天をこうやって見,見渡すと出るかもしれません。願い事の準備を。さあ、星空が綺麗ということは今夜冷え込むんでしょうか。 夏長かった。 たのに秋がすごく短くて冬が来たっていう感じ急に寒くなりましたね,ねもうこれ本当勘弁してほしいですよねうもうちょっとなんか穏やかな秋っていうのが期待できないかなというところだったんですが急に寒くなりました、はいはい、今シーズン一番の冷え込みだったというところで気になるのはやっぱりこの冬どうなるのかですよね、はい、そうですね雪とか、はい、寒さとか、はいはい、気になります今日ねしっかりそれにお答えをしたいというふうに思います、はい、まずは皆さんからいただいた季節の便りやっぱりね紅葉の便りが多いんですけど うん、冷え込んだでしょ。はい、やっぱり冷え込むとね。紅葉進むんですよ。<ー>この週末おすすめ中津川渓谷だいぶ進んできましたね。先週はちょっとまだあの色づいてなかったんですが、やっぱりね。紅葉って一気に進むんですよ。はい、冷え込むとね。景色が一晩で変わったりします。はい、曲がり沢沼。ここも私大好きなスポットですが、ちょっと気になるのがあの落,落葉がすごかったっていう。 やっぱり今年多分猛暑の影響なんかもあって、えー、木が傷んでるというか葉がちょっとね弱くなってるのかなという感じですよね、うんはい、そしてつば九段より下まで紅葉が降りてきましたバンダーアズマスカイラインも行くとすれば私だったら今週の半ばぐらいまでに行くかな、はい、今日明日明あさってぐらいがちょうどいいと思います私も昨日土湯峠を通ったんですけど、はい、やっぱり紅葉、今がやっぱ一番かなと思うくらいででっれいで観音。 里の紅葉が気になってますでこのね床が真っ赤になるんですよ、うん、紅葉で、ね、色づくとねそれも楽しみです、はいうん、そして日本松赤といえば赤そば畑そばうわすごい色づけなんかもうそばなんだそう赤そばなんですよ<ー>白いそばと赤そばあってね青空に映えますね、うん そして上見てみましょうかコキアがきれいですということで、うん、まあ全体見ても秋色がまあ一層こう濃くなってるっていうのを感じる福島の紅葉だよりでございました、はい、さあ、冷え込みましたこの紅葉をもたらしたものなんですが田村で寒くて起きたら車の窓が凍ってた。うん ガリガリやんなきゃいけない。<ー>ガリガリシーズンー。もう凍っちゃってます。もう凍っちゃってる<ら>ということなんですよね。えー、会津半ゲでも霜が降りました。はい、で、まあそれもそのはずですよ。これ見てください。阿武隈高港はね軒並み零度台の気温ということになってます。はいえー、霜が降りるのは三度以下ですから、福島以外はもう霜が降りても全然おかしくない。えー、会津多治見和倉以外はこの秋一番の寒い朝になっているということです。はいえー、そして 温風ヒーター初稼働となりましたもう寒いですもんね寒いですよね、はい、それもそのはずこちらの VTR ご覧くださいこれ昨日なんですが分かりますか皆さん<え>雪降ってるの本当だ昨日早朝に吹雪が降り湿原の木道に少しだけ積雪があった程度でしたので、まあ、微妙な初雪でしたがそれでも降ってますすごいまだ10月ですよね10月ですよね、はい 今いいいここと言いましたね <laughs> こちらです昨日、一切氷山に雪が降り積もりました、うん、10月なのにって言いましたね、はい、10月に降ることもあるんですがこちら平年重ねてみましょう平年より6日早い<ー>、えー、初冠雪でしたで最近これよりもっと早い初冠雪があった、はい、こちらの VTR ご覧ください2021年3年前なんですが<ー>この年はですねこちらです平年より8日早い、うん 初冠雪、うんはい、初関節早い年って雪どうなると思います？え冬が長くなるからいっぱい降るんじゃないですか、ね？あいいす。どうですスルスですね今日も。はい。<laughs> えー、この年の12月末見てみましょうか。こんなになったの。あ降りましたね。12月としては記録的なですねこれ降雪になったんですよね。この年の冬っていうのは福島県平年を上回る降雪量になりました。はい。はい5日以上。 東山の初2021年今平年よりも8 6ンチも雪の量が多かった<ー>で5日以上早い年っていうのは最近だとこの3年があります、はい、雪多いか少ないか、はい、多いんですよかなり大幅に増えますね。そうなんですっていうことはじゃあ今年も多いの、うん、ということ、はい、で冬に雪がたくさん降るか降らないかのポイントがあります。2つ、はい 北極の寒気が南下するのかどうか北極で寒気が閉じ込められているかどうか、はい、ちょっとこちらのですね最新の寒気の情報を見てみましょうこれね北極が上の方なんですが、はい、濃い部分が寒気なんですけども、はい、寒気がね北極から飛び出しちゃって南の方に下がってるんですよ。はい、つまりこれって 寒い冬になる一つの兆候が現れているということでございます一、はい、つ目のチェック北極の寒気もうすでに南下してます、うん、日本海の水温が高いと実は大雪が降るんです<ー>これどういうことかというと冬型になると日本の上空に寒気が入ってきます今回のように、はい、で、うん この寒気の下、日本海って、あったかいんですよ、実は。うん、あの、冷たいように見えてね。<ー>なんか冷たいイメージあるじゃないですか。いなんか寒いイメージが。え、それカラオケのですね、イメージビデオの見すぎですね。<laughs> <laughs> で、あったかいと水蒸気がたくさんきます。はい。だから、あったかいほど、雪が降っちゃうんですよ、実は、この寒気と暖気の差で。今年です、下見てみましょう。海面水温平年差。はい。皆さん、どうですか?。小川さん、皆さん。はい 海面水温平年差高い,高いんです、はい、つまり今年は冬に雪がたくさん降る条件が揃ってるよねということでズバリこちらでございます、この冬は大雪注意だと思いますよ、はい、寒い冬になるということになります、はい、でもう一つ気になるのは灯油価格です、灯、はいえー、油価格なんですけれども、こちら見てみましょうか、はい、2160円、これ、成協の暫定価格です。3年連続2000円超、はい これこの後の豆油価格気になりますよね。ちょっとこちら見てみましょうか。豆、はい、油価格この後どうなるのかこちらです。え実は円安とか中東情勢で原油が値上がりしても今政府の激変緩和措置でもうずっとあの一定ですか一定なんです高止まりしてるんですよね。はい、だから年内限りは今と同じ価格が続くんじゃないか。実はこの激変緩和措置って年内までなんですよ。あじゃあ年明けちゃったら来年以降どうなるのか。はい。これ実はですね。 選挙後の総合経済対策で決まるのじゃあ、本当にこのあと決まるこのあとだからあの決まっていく、はい、今のところ与党はこの総合経済対策で、この燃料費対策をするというふうなことは掲げてるので、はい、というところなんですけれども、これ、このあと注目だというふうに思ってください。うんはい、えさあ、そしてこのあとなんですけれども、ちょっとこちら見てみましょうか、はい、あ天気のことわざ、ご覧ください。こちらでございます東山に雪が3回降れば 今と2回目はね11月上旬ごろからだからこのあとじゃあ里でいつ降るのかこれタイヤ交換に関わりますからこれは改めて皆さんに今後アドバイスをしていきたいと思いますで明日以降なんですが明日はね雪なんか降りませんもうねいかにも暖かくなるこの高気圧からこの北の前線低気圧に向けて暖かい空気が入るんですよつまりどううういいことととか え南かから暖暖気が入ってきた明日たかくなりますでこの季節暖かくなるのは天気が崩れる前兆なんでどうなるかというとこちら見てみましょうかあさっては前線通過のタイミングで雨になるんじゃないかだから明日の晴天は大変貴重ですそしてもう一つ気になるのはこの南海上の熱帯低気圧なんですが、はい、これ 台風が二十四時間以内に発生します、はあ、ということなのでこれがどうなるかこれは明日の天気の後に説明したいと思います明日の天気です、えー、冷え込みは晴れるんですけれども放射冷却はまあ効くんですよ、はい、ただ今朝ほど強い冷え込みはないですねこれやっぱり暖気の影響ということになります、えー、昼は夏日一歩手前というところも会津若松のあたりでは出てきそうですね、うん、そして中通りの北部ですつまり朝晩は上着が必要で昼は半袖という なんか<う>なんだか変なか難しいでしょで、ね、最近だからね朝はもうコートが必要、うん、昼は半袖でもいいかもしれない、はいえー、非常にあのコーディネートが難しいと思います中通りの中部ですちょっとね湿気も多いんですよ湿度もやや高めなんで明日あさって少し蒸し暑くなりそうですね、はい、寒くなったり蒸し暑くなったり大変です、うん、中通りの南部です えー、ただその南風も優しい南風で強くは吹きませんなので明日は洗濯したり買い物したり何でも日和ということになりますねえー、そして浜通りですえー、ただ海では南寄りの風がやや強めですけども波高を高くても2.5メートルなんで、えー、なんとか量はできるかなと見ておりますさあ台風20号が発生しそうです、はい、その台風20号なんですけれどもえー、この熱帯低気圧なんですが実は 小川さん皆さん、はい、この北側の高気圧が強いんですよ、うん、だからね、この熱帯低気圧先週の予想は北上してくるんじゃないかという予報だったんですが、はいうん、北上できません近づいてこれない近づいてこれない、はい、ということなのでこの熱帯低気圧からの台風の影響はないというふうに見ております<は>これ一安心ですよね、はい、じゃあ週末日曜日に選挙もあります土日の週末お出かけする方もいると思います天気気になると思いますけどもこの週末土曜日日曜日は お出かけ日より日曜日は曇るので、選挙行くにはちょうどいい、うん、いいアウトドアっていうよりもどちらかというと選挙ということになりますね、投票です、そして上空1500メートルの付近の気温の平年差なんですが、ね今日寒くなりましたけれども、うんね、明後って以降、ぐーっと上がっていくんですよね、はい、週間予報です。ということで、また夏日です水曜日の雨は夕方からざっと一雨ですね、はい、え木曜日、かなり暑くなりそうです。うん